トレントンは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。オマハ級軽巡洋艦の一隻。艦名は、ニュージャージー州トレントンにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。トレントンは1920年8月18日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港する。1923年4月16日に、 キャサリン・イード・ネリーによって、命名、浸水し、1924年4月19日に、艦長エドワード・シー・カルブファス大佐の指揮下収益した。5月24日に、トレントンは、成長巡航のためニューヨークを出港し、地中海に、向かった。8月14日、エジプトのポートサイドから、アラビアのアデンに向かう途中、ペルシャのブシェフルに向かうよう命じられる。 25日にブーシェフルに到着し、同地で副領事、ロバート・インブリの遺体を乗せる。トレントンは、全副領事への礼法に対して、当礼を行い、同日出港した。スウェズ及びポートサイド、フランスのビレ・フラン州に寄港し、9月29日に、ワシントン海軍交渉に到着した。10月中旬、ノーフォーク沖での砲術訓練中にトレントンの、 全部砲塔の創薬が爆発し、砲術要因は死亡もしくは重傷を負った。爆発による火災の中、ヘンリー・クレイドレクスラー少尉とジョージ・コリスター一等賞を兵装は、創薬を紳士タンクに投入しようとしたが失敗し、ドレクスラー少尉は、創薬の爆発で死亡した。コリスター兵装は目的を達する前に、火災と煙で倒れ、彼は翌日死亡した。 両名とも死後名誉勲章を受賞した。同月末、トレントンは北へ向けて出港し行方不明となったノルウェー戦の捜索に参加する。その任務の後、東海岸での作戦活動を行い、1925年2月3日にフィラデルフィアを出港、キューバのグアンタナモ湾で偵察艦隊と合流した。砲術訓練の5艦隊は、 パナマ運河に向かい、月の半ばに通過した。23日、偵察艦隊と戦闘艦隊はバルボアを通過し、サンディエゴに到着した。両艦隊は、サンディエゴとサンフランシスコの中間海域に集合し、4月15日に、中央太平洋に向けて航行した。ハワイ諸島の防衛体制を完全に点検するための、演習を6月7日まで行い、演習終了後、 警察艦隊の大部分は大西洋に引き上げていった。7月1日、トレントンは第二巡洋戦隊の一艦として、戦闘艦隊と共に南太平洋の島々及びオーストラリアとニュージーランドへの親善航海に出発した。艦隊はサモアを経由し、メルボルン、ウェリントン、シドニー、オークランド、ダニーデン及びリトルトンを訪問。8月に入って、 第2巡洋戦隊は、マルキーズ諸島、ガラパゴス諸島をめぐり、パナマ運河を通過して、グアンタナモ湾で、偵察艦隊と合流。砲術演習を行った後、トレントンは11月9日に、フィラデルフィアに帰還した。1926年1月、トレントンは、偵察艦隊と合同して、砲術演習のため、グアンタナモ湾に向かった。 2月1日、トレントンはキューバを離れて、パナマに向かい、以後6週間にわたって、戦闘艦隊と偵察艦隊の合同訓練に参加した。3月中旬、偵察艦隊の所管は、ナラガンセットワンとその周辺において、予備兵向けの演習を行った後、夏の練習公開に備えて、各々の母校に戻った。9月中旬、トレントンは、冬の公開のため、 グアンタナモアンに向かった。12月25日まで、偵察艦隊の公開訓練に参加した後、それぞれの母校に戻っていった、偵察艦隊の他の艦艇と別れ、1927年に、入って、早々に、グアンタナモアン在白の戦闘艦隊に合流し、間もなく、偵察艦隊とも再合流した。5月、トレントンは、内乱状態のニカラグアの監視におく、 ヘンリー・スティムソン大佐をコリントまで乗せ、任務終了後に、スティムソン大佐夫妻を、ハンプトン・ローズまで送り届けた。6月には、カルビン・クーリッジ大統領の視察を受け、戦闘、偵察両艦隊恒例の夏の訓練のためハンプトン・ローズを出港した。トレントンは、第二巡洋戦隊機関として、ナラガンセットワンで訓練を行った。偵察艦隊は、 チェサピーク湾とチャールストンの中間海域で砲術訓練を行い、トレントンは秋になって艦隊に合流した。1928年1月、トレントンはチャールストンを出港し、選挙監視のためニカラグアに再度派遣されるスティムソン大佐を送った後、両艦と共にグワンタナモ湾で偵察艦隊に合同し、演習を再開した。3月9日、 第2巡洋戦隊は偵察艦隊から離れ、トレントン以下4隻の K12 洋艦がカリフォルニア沖で戦闘艦隊に合同して途中で演習を行いつつハワイ向かった。ハワイ諸島近海での活動を終えるとトレントンとメンフィスはホノルルを出港して中国に派遣され、同地の第3巡洋戦隊に編入された。アジアでのトレントンはフィリピン総督になっていた。 スティムソン大佐の訪問をしばしば受けた。また、フィリピンでの陸海軍合同演習に参加し、中国北部の海域を紹介。芝生に海兵隊を上陸させることもあった。1929年5月、トレントンはアジア艦隊を離れ、メンフィスを呼び、ミルウォーキーと共にアメリカ本国に戻った。 1929年の後半、トレントンはフィラデルフィアでオーバーホールに入り、オーバーホールを得ると偵察艦隊に復帰した。以後4年間、トレントンは夏はニューイングランド海域、冬はカリブ海で定期的な偵察艦隊の演習に参加する一方、しばしば中央アメリカ諸国の政治的介入に加わり、特別任務隊を派遣した。 1933年春、トレントンは、戦闘艦隊に移籍してそのニ用戦隊機関となった。1934年9月まで、東、太平洋で行動した後、パナマ運河の大西洋岸に戻り、特別任務隊に編入された。次の15ヶ月もの間、トレントンは、カリブ海、中央アメリカの諸港を訪問し、ついで南アメリカへの親善航海に出た。 1936年1月、トレントンはメアアイランド海軍造船所でオーバーホールに入り、オーバーホール後の1937年と1938年の冬にオーストラリアを訪問し、1939年春に戦闘艦隊に復帰した。1939年5月、トレントンは大西洋に戻り、6月3日に、 ハンプトンローズからヨーロッパに向けて出発した。ヨーロッパにおいてトレントンは1936年以来のスペイン内戦からアメリカ国民を保護すべく編成された第40戦隊に加わり、本国に戻る1940年7月中旬までの間、トレントンはイベリア半島沿岸部や地中海西部を紹介した。本国に戻る際、トレントンは ナチスドイツに祖国を追われ、カナダに亡命するルクセンブルク大公、シャルロット以下の大公一家を無事送り届けた。11月に入り、トレントンは太平洋艦隊の第3巡王戦隊に編入され、1941年から1944年中旬までは、主に東南太平洋方面で行動した。真珠湾攻撃のあった1941年12月上旬。 トレントンはバルボアで待機した。1942年早々、トレントンはアメリカ海軍が燃料基地を建設していたソシエテ諸島ボラボラ島に向かう輸送船団を護衛。1942年中旬から1944年中旬まではパナマ運河からマゼラン海峡に至る南アメリカ西海岸を紹介した。1944年7月18日、 トレントンはアリューシャン列島海域に向けて出港した。サンフランシスコに停泊後、9月2日にアラスカ州アダックに到着した。その1ヶ月後、アッツ島へと移動する。10月にトレントンはリッチモンド及び旧隻の駆逐艦と合流し、レーテ島の戦いが行われている間に、千島列島に対して2度の総統を行う。 初回は16日から19日にかけて行われ、2度目は22日から29日にかけて行われた。トレントンは1945年1月3日に千島列島に戻り、バラムシル島に対して砲撃を行った後、アラスカ州での偵察任務を再開した。その後トレントンは終戦までアラスカ海域及びアリューシャン列島の偵察を行い、千島列島には、 定期的に総統を行った。2月18日に再びバラムシル島に砲撃を行い、1ヶ月後には松和島に砲撃を行った。6月10日に再び松和島へ砲撃を行い、総海戦を行った後11日の晩に再び砲撃を行った。6月23日から25日までトレントンは太平洋戦争における最後の戦闘。 地島列島を中部で総海戦を行った。第94任務部隊は2つの部隊に分割され、トレントンは敵に接することはなかったが、もう1つの部隊は小船団に遭遇し、5隻を沈めた。作戦後間もなく、トレントンはオーバーホールのため、南へ向かう。8月1日にサンフランシスコに到着したトレントンは、メアアイランド海軍造船所で終戦を迎え、 不活性化オーバーホールを待つこととなった。11月初めにパナマに向かい、18日にパナマ運河を通過、1週間後にフィラデルフィアに到着する。トレントンは1945年12月20日にフィラデルフィア海軍造船所で退役し、1946年1月21日に除籍された。1946年12月29日、 トレントンの船体は購入者であるペンシルベニア州ベスレヘムのパタプスコスクラップ社に廃棄するため届けられた。トレントンは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。